マセマニュースに入る前にマセマの参考書問題集についてお伝えいたします。マセマは完全数学主義です。マセマの参考書問題集の具体的な利用法は次の4つです。 1. まず流し読み。最初は公式や定理の証明など難しいところは飛ばしても構いません。 2,3 日かけて流し読みすることにより本の内容の全体像をつかみましょう。 2. 次に精読。数学にアバウトな理解は通用しません。講義形式の解説文を精読し、また与えられた問題の解答解説も精読して内容を完璧に理解しましょう。 3. そして自力で解く。マセマの問題は全て実力を大幅に伸ばす良問ばかりです。解答解説を見ずに問題を全て自力で解けるようになるまで頑張りましょう。 4. さらに繰り返し解く。一度解けた問題でも本当に頭に定着させ使いこなせるようになるには問題を繰り返し解くことが必要です。この反復練習により本物の実践力を身につけることができるのです。収録問題数が異常に多い参考書問題集ではこの反復練習ができないため、なかなか実力が伸びず数が苦しいの数学になってしまうのです。マセマの参考書問題集で学べば高校数学も短期間に確実に楽しみながら大幅に実力をアップさせることが可能です。それぞれの読者の方に合ったマセマの参考書問題集は問題別に提示したサクセスロードを利用してご選択いただけます。マセマのホームページでも閲覧可能です。この後は今日のマセマニュースになります。ぜひご覧ください。日頃マセマの参考書問題集をご愛読いただきありがとうございます。今日のマセマニュースは高校で数学を教えていらっしゃる教員の皆様へのお知らせです。中間期末試験の問題作成をするにあたり、数学の授業の副教材を以下の参考書問題集をクラス採用分として10冊以上直販にてご購入いただいた先生方には、高校数学テスト問題作成ソフトを無料にてご利用いただけます。一般のクラスの生徒さん用に参考書として初めから始める数学シリーズ、問題集として初めから解ける数学シリーズをおすすめいたします。特進クラスの生徒さん用に参考書として元気が出る数学シリーズ、合格数学シリーズ、問題集として元気に伸びる数学シリーズ、合格数学実力アップ問題集シリーズをおすすめいたします。高校数学テスト問題作成ソフトとは、数学 1A、2B、3 それぞれのソフトを利用することにより、高校数学の中間期末試験の問題を数万から十数万通り作成することが可能となります。これで数学の先生方の試験問題作成のご負担を大幅に削減できます。馬場先生をはじめマセマのスタッフが総力を挙げて作成したものですから、生徒さんたちの学力を正確に判定することができます。この後その一例として問題文とその回答解説を開示いたしますので、ぜひご検討ください。マセマのホームページより直販で10冊以上のご注文をなされた先生は下記のマセマのスタッフまでご連絡ください。ID とパスワードをお知らせいたしますので、あとは試験問題作成にてこちらのソフトをご利用くださいませ。
続いてはホームページに掲載されていますお便り掲示板に来ているお便りのご紹介です。ぜひご覧ください。 TS さんからの投稿です。感謝です。元気が出る数学を買いました。図の解説がたくさんあって苦手な体積計算を楽に理解することができました。ありがとうございました。真由住純一郎さんからの投稿です。高1年生で88と A を使ってます。数学が嫌いなわけじゃないけど全然理解ができなくて困っていたら、母から88の1と A を渡され、勉強に役立てていたら今では数学になりました。使っていない人はもったいないと思うので使ってみてほしいと思います。テラさんからの投稿です。来年受験、数学に強くなりたかったら1にマセマ、これが理系受験生の基本。山ちゃんさんからの投稿です。最高。学校のオンラインでの授業が分かりづらかったので購入してみました。とにかく丁寧で分かりやすいと感動しながら勉強してます。数学が数学になるように頑張ります。りょうさんからの投稿です。キャンパスについて。キャンパスシリーズの線形代数を読んでいます。大学に入学してから授業が不安定だったのでとても役に立ってくれています。モモンガさんからの投稿です。合格最高。合格数学 1A すごく使いやすいです。二次方程式解法がとても良かった。BR さんからの投稿です。勉強勉強勉強。2学期が始まったけど学校の授業は自宅と学校とで半分半分の体制でやってます。何かはかどらないので初めから始める数学読んでみます。ゆいさんからの投稿です。はじえ、高1生です。コロナのせいもあって数学の授業が遅く、いつまでも数学 A に入っていかないので自学するためにマセマのはじはじ A を買いました。とても読みやすくわかりやすく、学校の授業よりずっと早く数学 A を終わらせることができました。この後サクセスロードに従って数 2B や数3もはじはじシリーズで先回り学習しようかと思ってます。私にとってはじはじシリーズは神です。ゆうたさんからの投稿です。来年理系受験。マセマを知ったのが夏休み前で、正直もっと早くからマセマで数学対策やっておけばよかったと後悔しています。問題の質の良さと解説の分かりやすさがダントツですね。現在実力アップ3冊を反復練習中です。なんとか難関大数学までやって来年の東工大合格を目指します。りょうじさんからの投稿です。昨日大学基礎数学微分積分を注文しました。大学の授業が不安定なので数学を最初から丁寧に勉強するのにぴったりな本だと思いました。マスオさんからの投稿です。高校生です。マセマ出版社の皆さん、いつも勉強になる本をありがとう。僕は来年2年生ですが、受験まで学校の勉強と家では元気が出る数学とか合格数学とかやって少しでも学力が上がるように努力します。たくさんのお便りありがとうございます。皆様からのお便りがマセマ一同の励みとなります。お便りの投稿はホームページにあるお便り掲示板の一番下まで行き、
コメントを投稿するという部分がありますので、そこでお便りを送ることができます。愛読者の皆様からの率直なご意見ご感想をお待ちしております。